塩谷律は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党財務委員長。文部科学大臣、内閣官房副長官、自由民主党総務会長、自由民主党選挙対策委員長、自由民主党静岡県連会長、自民党タバコ議員連盟副会長等を歴任。静岡県立静岡高等学校卒業後、 米国カリフォルニアのアンバサダーカレッジに留学。帰国後、慶応義塾大学法学部政治学科を卒業した。1990年の第39回衆議院議員総選挙に旧静岡3区から自由民主党公認で出馬し、初当選。1993年の第40回衆議院議員総選挙でも再選されたが、 小選挙区制導入後初めて実施された1996年の第41回衆議院議員総選挙では、静岡パックで北脇康之に敗れ、落選。1999年4月、北脇が浜松市長選挙に出馬するため衆議院議員を辞職し、それに伴う補欠選挙で鈴木安友を破り、国政に復帰。 2000年の第42回衆議院議員総選挙では前回下した鈴木に敗れ再び落選するが2003年の第43回衆議院議員総選挙で鈴木を僅差で当選2005年の第44回衆議院議員総選挙では鈴木に比例復活を許さず当選した2008年8月に発足した福田海蔵内閣で内閣官房副長官に就任 同年9月、麻生内閣で文部科学大臣に就任した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、静岡パックで民主党新人の斉藤進むに敗れたが、重複立候補していた比例党会ブロックで復活し、6選。同年9月、麻生内閣総辞職に伴い、文部科学大臣を退任した。2009年9月より、 自民党静岡県連会長を務める。2011年9月30日、自由民主党総務会長に就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙で7選。2014年の第47回衆議院議員総選挙で8選。2017年8月3日、自由民主党選挙対策委員長に就任。2017年の 第48回衆議院議員総選挙で休戦。2020年11月19日、衆院永年在職25年表彰を受ける。2014年の第186回国会において、大臣、副大臣、政務官、補佐官、議長、副議長、委員長のいずれの要職にもついていなかったのみならず、質問、議員立法。 質問主意書提出のいずれもなかったことが指摘された。父は元衆議院議員の塩谷和夫。ありがとうございます。